こんにちは、速稼塾の久保です。私ね、イップマンっていうね、ドニー・イエンさんの映画を繰り返し繰り返し見てね、今回もね、やっぱりいいなと思いましたね。このイップマンっていうのは、まず第1章から始まってですね、第4章で完結するんですよね。第1章で特徴的なのは、まあ空手、琉球空手がライバルになっているってことです。当時の日本軍が中国をね、香港、中国をまあ侵略してですね、その支配下にあったところから、イップマンがどのようにね、日本軍と戦っていくかっていうところがちょっと描かれているところがありますね。それから第2話っていうのが、これがですね、サマハン金峰が出てくるんですよ、ね、サマハン金峰が今度はね、西洋武術とされているボクシングと決闘してやられちゃうんですけども、その敵を打つ意味で、イップマンが戦っていく。でも最終的には敵ではなくて、これはね、西洋東洋の優劣を決めるものではないと、お互いに尊重していって新しい時代を作っていきましょうというのがストーリーになってます。これ言うまでもなくね、ロッキー4、炎の友情のオマージュなんですよね。ほとんど同じようなストーリーで進んでいきます。まあそれがね、またいいわけなんですよ、うん。で、第3章はマイク・タイソンが出てくるのがね、これがすごく面白かったですね。第3章もね、なかなか見逃せないストーリーになってるんですけども、私が好きなのは、未だ2500円で有料で販売されているイップマンの完結編です。これね、ブルース・リーがアメリカに渡って成功するんですけども、そこと、なんですかね、こう、まあ、武道会のちょっとね、中国武道会の圧力が描かれていて、それをイップマンが正しい心で打ち破っていくところ、そしてこれアメリカ海兵隊でしたね、その中でやっぱ空手が尊重されてるんですけども、そこにまたイップマンがね、挑んでいくってことになります。やっぱり中国武術界が現地でね、かなり抑圧されてるところと、あと民族に関わらず、私たちはやっぱりこう分かり合っていけるんだっていうね、イップマンなりの精神でラストシーンを迎えるわけなんですけども、ただ残念ながらイップマン、このストーリーの途中で奥様をガンで亡くされ、自らもガンにかかり亡くなってしまうんですよね。で、私がね、このラストシーンを全てを見終わった時に、あ、もうイップマンって作られないんだ、ドニー・イエンさんも出てこないんだと思うと、非常に寂しい気持ちになりました。まるでね、イップマンと共に人生を過ごしてきたような、そんなね、気持ちになりましたね。まあでもね、外伝としてマスター・ジーもありますし、それから、年老いた時のイップマンですか、ちょっと役者さん違うんですけども、イップマンの完結編とかがあったりね、私が好きな作品っていうのは、その合計6本ですかね。その他にもイップマンをモチーフとした映画っていうのはたくさん作られてるんですけども、やっぱり、ね、顔つきが怖すぎたりとかね、かっこよすぎたりとかね、いろいろあってですね、私はドニー・イエンさんのストーリーが基本的に本道だと思ってます。それから役者名忘れたんですけども、イップマンの、イップマン対イップマンですよね。演習権対演習権で出てきたマスター Z。これもなかなかいいストーリーだなと思ってね、この役者さんのね、顔つきとかね、うん、表情とか好きなんですよね。うん。というところでね、今回イップマンについて語ってみましたけども、イップマンの完結編。これはね、有料でも買う価値ありと思いましたね。本当に買ってよかったと思います。これからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。